文部科学省は先ほどから宗教法人審議会を開き、旧統一教会の世界平和統一家庭連合に過料を課す方針を説明し、裁判所に手続きを行う見通しです。文科省は旧統一教会に対して去年11月から7回質問権を行使し、教団の組織運営などについて報告を求めてきました。 しかし、教団はおよそ2割にあたる100項目以上に応えておらず、文科省は審議会で了承されれば過料を課すよう東京地裁に通知する見通しです。一方、教団は質問権の行使自体の適法性を含め徹底的に争うとコメントしています。